太平洋戦争終戦直後、我が国ではインフレが起きたことで銀行は預金封鎖を決行し、紙幣の流通量を減らそうと計画。毎月引き出せる金額は1世帯当たり500円以内と決められました。さらに悪天候による大凶作、戦地から引き上げてきた人々による人口増加もあり、日本は未曾有の食料不足に陥ります。この度は終戦直後の数年間、当時の人々の食事を映像や書籍をもとに再現いたしました。モデルは都市部ではなく郊外、少しばかり庭で工作する余裕のあった父母、この4人家族といったところ。朝と昼はすでに終えているため夕食に移ります。まずはお米、これは朝に仕込んだものを夜もいただきます。三分好きの玄米に麦を加えたいわゆる麦飯、これを煎って破裂させよく膨らむように炊き上げております。お米が足りないようであれば、これを水で煮込んで粥を作ることもあったそうで、さらにひどいと粥を超えてとろみのある水になります。そして煮干し、頭と腹綿を取ったものを水に一晩つけ元の魚に戻しております。こちらでまずは煮魚を仕立てましょう。水を張った鍋に煮干しを加え、ここへ梅干しの種を一つばかり、これが驚くほどに味に深みを与え臭みを取ります。味付けは煮干しの塩で十二分についておりますので、あとは煮汁を魚にかけ回して完成。当時肉がまともに手に入らない環境で不足したのがタンパク質、魚がない場合にはイナゴやイモムシ、サナギなんかを食べていたと聞きます。お次にきんぴらの支度、まずはごぼうをささがきに。見た目は武骨でどこにでも生えそうな植物ですが、同じ畑で世代を超えて育てると連作障害を起こしたりと、まあそれなりに手間のかかるお野菜。しかしこれを食べるのは日本ぐらいなもので、戦時中外国人捕虜にごぼうを食べさせたことにより戦後虐待の罪として死刑になった方がいらっしゃったのは有名な話。むしろ当時のごぼうは我が国にとってはご馳走の部類に入るお野菜でした。そして本調理、まずは朝食で出した株の頭の硬いところを細く切り揃え、さらにごぼう少しの油で炒めます。そこへ煮干しの頭と腹綿を加え水分を軽く飛ばします。あとは調味料、酒と醤油を少し振ってさっと炒めたら完成。これが結構いけるもんです。お次はすいとんの支度、昨日煮干しで取った出汁にかぼちゃを加えて火にかけます。このかぼちゃもさつまいも同様現代の品種とは異なり、甘さはなく随分水っぽかったようで、それを毎日のように食べる生活は現代の私たちには想像もつきません。このかぼちゃに程よく火が入ったら、かぶとごぼうを加えさっと火を通します。あとはすいとん、こちらはメリケン粉を水で伸ばし沸かした湯にさっと広げて加えます。ご家庭によってはこれを団子にする場合もあったようですが、水で伸ばせば伸ばすほど腹に溜まって空腹感は紛れます。このすいとん、現代でも作る方は多いのではないでしょうか。私も時折夜食に作ったりします。腰のないもちもちの耳たぶといった具合で、どこかほっとするお味です。あとは香のもの、塩漬けの大根と梅干しをつけて完成。当時からするとなかなかにご機嫌な食事内容になっております。それではありがたくいただいていきましょう。それじゃあいただきます。よいしょ。じゃあまずはお楽しみのすいとんから。味ある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 、おいしい。いや本当においしい。これすいとんいただきます。これはうまいね。味自体は全然濃くないし、塩分もものすごい控えめなんですけど、なんかね、なんかごぼうがめちゃめちゃいい出汁出てるね。ごぼうとの相性がめちゃめちゃいいと思います。これ本当に美味しい。これちょっとごぼうじゃなかったら結構厳しい戦いになるんじゃないかってぐらいめちゃめちゃ相性がいいですね。ただもうね、黒ずんでますけどね、スープもね、ちょっと鉄の鍋でやったのもありますけど、これは相当うまい。じゃあ煮干しの梅にいただきます。めちゃめちゃ魚やってますね、ちゃんと。
普通に煮魚です。まあ、若干その身が引き締まってる感じはするんですけど、うん、うまい。うん、もう煮干しを元の魚に戻すっていう発想がなかったですもんね。麦飯はもう朝飯同様本当に美味しいです。プリプリふわふわで、うん、本当に美味しいです。これはすごくバランスがいい。まあ朝飯でも言ったんですけど、やっぱりそのいる時間と水の量と炊く時間はちょっと本当に気をつけた方がいいかなって感じですね。きんぴらいただきます。うん、なるほど。まあ甘みがねどうしてもあんまりないっていうのと、普通にうまいですけど、まあ甘みだな、やっぱ甘みだ。やっぱこの想像してるきんぴらって甘辛いじゃないですか。ちょっと甘がないからね、ちょっと違和感があるって感じですね。うん、でもね、おかずとしては非常に有能です。うまい。なんかこう狙ったわけじゃないですけど、煮干しの内臓が結構効いてていい苦味になってますね。まあでもほんと煮干しってすごいですね。もうだって朝食昼食の味噌汁だって煮干しで出汁取ってますから、まあ、これも煮干しですし、これも煮干しだし、ほんとねすごいですね。まだまだ、しかも出汁を取り切った後でも全然美味しいですからね、この煮魚も。うん、しっかり煮干しの味がする。それじゃあ塩辛いコンビいきますか。マジで塩辛いんだよな。いただきます。辛いね。目の覚める塩辛さですね、本当に。その塩を舐めると塩辛すぎてもうえぐみみたいなのが出るじゃないですか。もうその領域ですね。いやー、まあ、うまいんですけどね。これはこうずっと食べてると非常に健康状態が悪くなりそうな味です。まあでもね、そうだね、今回ちょっとやっぱり惜しかったのはきんぴらですね。どうしても甘みがもうちょっと欲しいな。そう、まあ、当時その配給でね、その優勝ではあるんですけど、まあ、もちろん砂糖も対象ではあったんですけどね、その当時の人々が何に砂糖を使ってたかですよね。調味料としてしっかりこういうこう煮物とかきんぴらに砂糖を使っていたのか、はたまた純粋に砂糖を楽しみたくて舐めて消費していたのか、まあ、そこのところはねちょっとこうご家庭によりきりだと思うんですけどね。ということで、ぜひ真似して作ってみてください。水筒には絶対ごぼうを入れてください。それではまた。